ポチッとな。はい、こんにちは、マイクです。今日はですね、3回目の飛行ということで、また早朝ですね、こちらの公園にやってまいりました。で、今回はですね、ちょっとしたアクシデントがありまして、着陸する際にですね、ちょっと操作を誤ってですね、自分の、体の方にですね、手前の方ですね、にドローンが接触、近づいてきまして、ちょうどスマートフォンでフックをかけて、首からフックをかけてですね、スマートフォンで撮影していたところのスマートフォンの画面にですね、ドローンがですね、接触してしまってですね、ちょっと怖い思いをしたってことで、ちょっとそのあたりでですね、初心者なもんですから、やはりと慎重にやってるつもりではいたんですけども、ちょっとした操作ですね、自分の方に近づいて何かに接触しちゃったりしてですね、で破損してしまうとか、そういうことが、あと怪我をしてしまうとかありますので、ちょっと注意喚起の一環としてですね、この動画を上げさせていただきました。ですのでね、もう本当に一瞬のうちに近づいて、ものすごいスピードで近づいてくることが可能なものですから、このドローンっていうのはスピードが、もう初速のスピードがすごいんですね。やっぱモーターなので、すぐ最大トルクで、トルクでですね、最大出力でこう近づいてきたり、こう飛んでったりすることが可能なので、こう近づいてきたりするので、あまりむやみに自分の方に近づいてすぎますね。ちょっとしたレバー操作で一瞬のうちに自分のところに当たってしまう、こういう形でですね、今接触したのはこのスマートフォンの画面ですね、破損はそれぞれなかったものですから、そのまま普通にまた飛ばすことができましたし、スマートフォンの画面に傷がついたりすることも ほとんどなかったと思うので、大丈夫なんでしたけど、ちょっとびっくりしたもんですから、こういう動画にさせていただきました。くれぐれもですね、ゴーグルするなり、何かこう長袖を着るなりとか、こう破損を考えた上での、操作を、破損とか、その衝突ですね、を考えた上での、安全には気を配ってですね、飛ばす人も、周りで見てる人もですね、気をつけた方がいいかなと、改めてですね、ドローンのこと、こう、怖さをですね、体感したということで、そんな動画を今、上げさせていただいています。皆さんもね、ちょっと慣れてきた頃が危ないとかって言われてますのでね、また気をつけた方がいいかなと思っております。そんなとこですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録の方していただけると大変助かります。また励みになりますので、またよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。それではさよなら。